千秋楽終わりました。ありがとうございました。本当に今からゆうはゆきのちゃんにいただいたプリンを食べていきたいと思います。美味しそうです。千秋楽の練習をしながら気持ちだけほんまにお疲れ様。練習をしながらこっちの練習をしながらこれでも全然できる。こんな感じでプルプルしております。え、これはね、そう、初期の固定ヘアなの。気づいた？気づいたかな？めっちゃ久しぶりにした。なんかこの日のさ、ために撮っておいた一緒に時間が増えましたね。ぐらい弥生坂でね、いつもね、一緒にいるんですよ。めっちゃいい声だ。美咲といる時間増えたよな、ね、そう、なんかさ、え、そう、ほんまにほんまにそう、美咲といる時間増えた。ルンルンしてるような、最近ルンルンしてる。美咲も嬉しそう。ルンルンしてるから、めちゃめちゃ最近口悪くなってる。だからさ、のびのびやってます。垢抜けた。えぐっちさん、またはありがとうございます。今日みんな固定部屋ってさ、いや絶対こっちの方に固定部屋、固定部屋、固定部屋にしようと思ってて、嬉しい、気づいてくれてよかった。これ誰もさ気づかなくてさ、よいちゃん固定部屋じゃないねとか思ったらどうしようかと思った。今日はね千秋楽だったんで、しみるぜ。ありがとう。食べたいそれ、食べたい食べたい。持ってこいか。え、選びたい味。欲しいって言うくせに味選びたい。そう、しおりさんも半年ぐらいしかしてない固定部屋から知らない方もいるかもしれないんですけど、ね、決めてます。大体ふんわり決めてます。ふんわりあれになりますよ。固定部屋でした。で、14日はね、新人チーム B2 の初日なんですよ。初めて初日メンバーに選んでいただけて、伸び伸びやらせていただいて、嬉しい。めっちゃグループラインとかにもめっちゃど深夜に送っちゃう。ごめんなさい、けどちゃんと深夜モードなの、ミュートモード。深夜っていうか朝5時。朝早起きってことで、ということで練習楽ね。当たらなかった方も多いかと思うんですけど、ほんまにいっぱいありがとうございます。あ、ちょっと配信してます。配信してます。配信してますって言ったのに喋り続けだった。すごい喋ますね。よろしくねみんな。初日ありがとうございます。深夜は誰が初めて返すっていうか、ほんまに業務的な LINE がメールです。いいねんで、しょうがないから。あ、いいの。いや、ほんまに大変でしたね。うん、うんうん、まだね、でもあの B2 のリハーサルはね、うん、半分ぐらいしか行ってない。そう、ま、なんかめっちゃ終わった気でおるけどな。なんかうーみたいな、うん、やりきってるぞみたいな。全然 N とか M はもう詰めて結構もう通してみたいな、もう大詰めなんですけど、 B2 はまだ振り入れが全部終わっていないという、うん、でも1週間違うから。確かに確かに、あと5曲ぐらいあるんですけど、うん、1週間前の N みたいな。そうなんです。衣装も楽しみにしてくださいね、うん、どんな衣装で出てくるのか。あんな曲やこんな曲やね、めっちゃあんな曲めっちゃ嬉しい。うん多分分かってないけど、うん、知ってないけど、ビーツ公演の思い出、このさつきチームビーツの思い出は、でも初日がめっちゃ急遽やったのが一番の思い出。確かに確かに、誕生日し、そう、誕生日当日に。なんかけどこの B2 でめっちゃさ、うん、いろんな経験したくない。そうやな、悔しいこともめっちゃしてきたし、うん、確かに、でもなんていうの、這い上がるぞみたいな感じもあったし、うん、確かに、ね、もうなんかもうこんな感じでしたずっと、うん、ほんまに波がね、誕生日に初日やったんですよ。ユニット楽しみね。誰とどんなユニットをするのでしょうか。初日ほんまにユニットって結構重要じゃない、なんか重要っていうかさ、楽しみポイントじゃないですか、うん、
に蜃気楼やらずに終わった。おお。できひんねんだって。ゆらゆらゆら蜃気楼。全然違う。え、弥生さ、でも最初全然できんかったけど、めっちゃゆらゆら上手くなったで。見て。うまっ。めちゃくちゃゆらゆら、ちょっと自信あるこれ。左ちょっとまだ下手くそやけど、新地店長の日から練習してるんですけどやばいやばい、練習してないんですけど、そうやりたいなと思ってたけど、ハープカワムシで終わりました。ハープカワムシ、ハープカワムシ、こんばんは。まだちょっと首残ってるんだけど、配信に集中しようと思って食べに行ったんですけど、また食べます。ぜひお越しくださいませ。うん、おいしい。うん、この公園でゆらゆらが一番成長したかも。ぬいが成長したって。あの、実は蜃気楼のツタね、絶対にえぬにはね、またぎたいです。それな。足すごかった今、リサが足を上げてました。蜃気楼のツタの話なんですけどね、あれ実は本物なんですよ。本物のツタなんですよ、実はあれ。実は本物なんですよ。うん、そう、生きてるって言った。あ、ごめんなさい、嘘です。M さんにおたぎたいやな。嘘です。そうやな。はるかさんがな、卒業するの。ねえ、はるかさん卒業までにまたぎたい。まあ、そうです、ね。またがない。本物じゃないです。めっちゃ偽物。なんですけど、針金がね、足にめっちゃ刺さるんですよ、あのツタ。それも思い出。え、めっちゃ思い出やねんけど、めっちゃ足傷だらけになってさ。見てる人は皆さん、もう当選確率が 20% アップしてます。今受け取ってください。吸い取って吸い取って、頑張れ頑張れ。こんばんは。まあね、ついに終わっちゃってめっちゃ寂しいんですけど、でもまあ次のさ、初日もあるから頑張って生きていこう。2日連続ぐらいであって、やりました。よかったです。握手会もね、また明後日、まあまあ、なので大阪で、その次の日の試合会。やばいですね。なので、ぜひ、いろいろなことが目まぐるしくありますね、私は。こんばんは。配信買った。そうなんです。こんばんは。こんばんは。今何分？今何分や。新公演間に合いそう。間に合わへんかも。蜃気楼の衣装って遠目にはないけど、水玉模様。え、水玉見てないです、多分。水玉ではないですね。57分。でも私は10時を超えてもできるんで大丈夫なんですけどね。お腹が空きました。あ、そうです、オンラインお話し会の受付が始まっております。ほんまや。なので皆さん会いに来てください。公園に気になったよって方や、ちょっといろいろ YouTube とかで、なんか握手会でね、来てくださった方で、めっちゃ YouTube 見てきたよみたいな方が多くて、嬉しかったです。すごい。 TikTok とかも見てきたよって方もいらっしゃって嬉しかったです。皆さん、またお待ちしております。病院のところにも来てください。オンラインお話し会、距離が縮まるイベントなので、来てよ。めっちゃね、覚えれます。ニックネームとかも出るし。そうやな。一部はオンラインお話し会、オンラインお話し会めっちゃ朝早いんですけどね、一部と二部で。あの、めっちゃ早いんですけど、その分いいところは午後から遊べるっていうところですね。お願いします。ニックネーム、名前とかね、覚えれるよ。イコールランドの佐々木まいかちゃんのオンライン話し会申し込んだので、お疲れ様です。なのでね、ではバイバイ。充電全然ないんですけど、ランキング読みます。3位のぶさん、ありがとうございます。12位みのるさん、ありがとうございます。11位ダンミリさん、ありがとうございます。10位なおゆきけんさん、ありがとうございます。めっちゃいいやん。9位名古屋さん、ありがとうございます。8位歌川さん、ありがとうございます。可愛いよ。2位レモン78さん、ありがとうございます。今はちょっとあんまりかもしれない。6位ゆめちゃんさん、ありがとうございます。5位とみさん、ありがとうございます。恥ずかしくて言うしゃべらん。恥ずかしくないよ。ギャも恥ずかしいけど。ドラゴン、ドラゴンだよ。なんかできてるんだけど、やだよ。プリン食べたからかな。
プリン食べたからなのか。楽しかったです。皆さんプリンを食べたからなのか。初日とかもね全部ビッツで。いやもうほんまにさ、この固定部屋がちょっと懐かしすぎてちょっとエモエモのエモですね。またしよう、定期的にしますね。なんかもうこの千秋楽まで撮ってたんですけど、千秋楽終わったからもういつでもできるっていうか、いっぱいしようって思います。プリンの影響早い。確かにプリンの影響早い。22時、まだ全然さ15分も経ってないし、あれですよね、大丈夫ですよね。こんばんは。え、今日めっちゃなんか時間ないくて、メイクの時間が全然なんですけど、いい感じで、ちょっとやっぱ時間ない方がね、いい感じにメイクできるよね。お話し会、お話し会ね、オンラインお話し会の受付が始まっているのでよろしくお願いします。ラストの新記録。え、今日もうユニットがやっぱ寂しい、寂しいですね。初日の髪型何にしよう、何がいいと思いますか。まあもう決めてるんですけど、何がいいと思いますか。お疲れ様です。お疲れ様、ありがとうございます。何がいいかな。こんばんは、こんばんは、お疲れ様です。え、何やろ、やべ、うーん、恥ずかしい、恥ずかしい、ないな、お話しかいか。遊びに来たよ、ありがとう。ツインテール、ツインテールいいね。コンロスイッチ入ったらもいけんねん、なんか知らんけど。眠い。ショールームはもうね、眠たいです、すごく。今日は寝て、明日早く起きて練習しようかな。編み込み。わー、お花、お花もらいたいです。え、お花もらっていいですか。ごめんなさい。わー、泣きますね。すごい、ファンの皆さんからチーム B2 にお花をいただきました。ありがとうございます。綺麗な B2 カラーの青色のお花、めっちゃ綺麗、ありがとうございます。写真も撮ったよ、さっき。これがね、いっぱいバーってなってて、でもう一本もらいます。ありがとう、いい匂いする、かわいい。イエーイ。ふー、思い出、なんか寂しいですね。でもちょっと飛行機雲の歌詞、最後の曲がね飛行機雲なんですけど、何倍かおかいか宣言公演の、なんかえうるうるしちゃって、何っけ、どっかの歌詞、2番の歌詞、2番の歌詞って何やったっけ、どんなやったっけ。空に飛行機雲、淡い人筆が、二度と戻れない、あの日に切なく後ろ髪かれのとこでちょっとうるうるしました。え、やよと離れの悲しい、めっちゃ悲しいです。え、まあでもすぐ行きますね、 M に。やったん、ちょっと兼任予定なんで私、 M とね、寂しい。飛行機雲の歌詞がめっちゃ刺さりすぎて泣きそうになりました。あ、やばい、今何分か分かりますか。今何分やってるか分かりますか。めちゃくちゃなんかせかされてるんです、早く帰りなさいみたいな。どうしよう。そう、スワンボートやっぱ思い出、リクエストアワー1位。勝手に言ってるんですよね、私兼任するって。もう少しで15分か、3分まで。なるほど、ありがとうございます。14分、お、じゃあそろそろねちょっとランキング読もうと思います。 N も M も出たいですね。まあどんだけさ、ちょっと自分の体的にいけるかわかんないんですけど。13位、リーさん、ありがとうございます。12位、クニアンさん。11位、琴葉ちゃん、ありがとうございます。10位、美咲ちゃん、ありがとうございます。9位、ルートさん、ありがとうございます。8位、カタヤンさん、ありがとうございます。7位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。6位、カルちゃんさん、ありがとうございます。5位、ヨシラッシュさん、ありがとうございます。
4位モンブランさんありがとうございます。3位シロちゃんありがとうございます。2位オカモさんありがとうございます。1位はみのりちゃんです。ありがとうございます。おー15分ありがとうございます。いや寂しいけどね、頑張っていきましょう。次14日のね新チーム B2 の声もぜひ来てくださいね。めっちゃね楽しいから、ほんまに好きな曲いっぱいあるから、オンラインお話し会もぜひよろしくお願いします。楽しいよ、明日も頑張ります。バイバイ、切りますね。おやすみなさい、ありがとうございます。